誕生日の締めはででん、カラオケでした。最後にみんなで盛り上がっちゃおう。鈴村調べやと高校生の誕生日の大半はここで過ごすみたいやで。そうなのね。確かにいつもと違った空間で歌うのも気持ちが良さそうだわ。それに最近のカラオケってこんなに広いのね。設備もマイクスタンドにスクリーンまで。こんなん最近は普通やで。これはたまにはルイちゃんを街に連れ出さなあかんな。ねえねえ二人とも、ドリンクバー取りに行こうよ。ちらっと見たけどたくさん種類があるみたいだよ。あら、少し混んでるわね。高校生のカップル、デートかしら。あ、手をつないでる。そうよね。普通の高校生は、ああやって男女で遊んでいるのよね。今日はとことん普通の高校生とのギャップを感じる日やな。うんうん。いつもは寝てる時も、アイドルのこと、トリエルのことに全力だもんね。ああ。また二人してからかってるわね。冗談やんか。でも、ルイちゃんもああいうのに憧れる？カラオケで男の子と一緒に遊んだり。え？そんなんじゃないわ。そもそも、仲がいい男の子なんていないもの。ルイちゃんがアイドル以外を選ぶなんて考えられないよ。だって、時間が空けばレッスンだし。せやな、ルイちゃんは練習の鬼やから、デートもレッスンスタジオかもな。デートは普通に公園とか行くわよ。でも、確かに今はアイドル以外のことを考えられないわ。それでこそルイちゃんだよ。じゃあ、ドリンクバーは後にしよっか。フードのメニューも充実してるみたいやで。なんか注文してみる？メニューを見せてもらえるかしら。ふっ、停電？ユウ、スミレ、大丈夫？うん、私は大丈夫。レイちゃん、危ないから動かないでね。こっちも大丈夫やで。あ、電気がついたみたいやな。え？こんなの置いてあったかしら。目の前に突然あってびっくりした？パーティー定番のバースデーハニートーストやで。ゆうちゃんとスタッフさんたちと相談してデコレーションもスペシャルにしたんだ。改めてお誕生日おめでとう。るいちゃん、うちらプレゼンツ、初めての普通の高校生の誕生日、どうやろ。全部が新鮮でびっくりしたわ。今もまだドキドキしてる。みんなこんなに楽しい誕生日を過ごすのね。喜んでくれてよかった。でも誕生日はこれで終わりちゃうで。せっかくカラオケに来たんやし歌わな。そうね、曲はもちろんエールトゥーエール。あら、採点機能がついてるみたい。え、97点。私たちは本物のトリエルなのよ。まあまあ、ルイちゃん。こんなんお遊びなんやし、次の曲入れよ。もう一度歌ってもいい？え？別の曲でもいいんじゃないかな。せっかくのカラオケなんだし、他のアイドルとか。この曲で100点を取らなければ、意味がないのよ。私たちの曲で満点じゃないなんて、おかしいわ。こうなったルイちゃんは止められへんからな。スミレちゃん、諦めよ。なぜなの？95点って下がってるじゃない。もう一回、もう一回だけ、スミレ、ユウ、お願い。うん、なんだかうちもご立腹やわ。行くで、スミレちゃん、腹くくりや。ひぃ、ユウちゃんまで。違うの歌いたいよ。今回は100点いったんちゃうかな。渾身のエールトゥーエールやで。
もう10回目だよ。判定は100点。ついに採点マシンをやっつけたわ。カラオケであっても全力で立ち向かう。これがトリエルの天道ルイよ。誕生日の締めとしてふさわしい結果やね。喉がカラカラだけどね。でも今日は本当にありがとう。最高の日になったわ。スタッフさんもお付き合いいただきありがとうございました。さて、この後のレッスンだけど。え？レッスン？ええ、企画も無事に終わったし、さっきのカラオケでやっと喉が温まってきたところよ。今日ぐらいええんちゃうかな。ルイちゃんの誕生日企画やで。誕生日だからってレッスンを休む理由にはならないわ。こうしている間もみんな前へ進んでいる。ほら、行こう。ストイックすぎるよ。仕事ではあるんだけど、ユウとスミレが考えてくれた誕生日企画、本当に楽しかった。来年の誕生日も、そのまた先の誕生日も、トリエル3人で過ごせたらいいわね。